ね、入らないです。入らない。あ、途中で。はい、よっしゃ。ついてさ、東さん映ってます？映ってるかも。映ってないね。映ってないですね、これ。ちょっと、はい、今日は諦めてください。紹介するんでちょっと待ってね。はい、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノワン市喜友名、はい、ギノワンヒルズ通りの高台にスタジオがある FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。はい、お相手は私、東克明とはい、陽気無邪気漢字作者のセイントこと岸本聖也と言います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、普段はこのオープニングね、うん、いや今日暑いねとか、そうですね、いや晴れてるねとか、天気の話とかいろいろするんだけども、そうですね、今日はそんなことを話す暇がない。暇がない。そう、時間がないということで、はい、いやいやもう本当にもったいないから、もう紹介しようか。はい、紹介しましょう。今日はね、はい、記念すべき日でございます。はい、ありがとうございます。さあ、それではお一人ずつ曜日順にですかね、じゃあ、自己紹介お願いいたします。はい、はい、月曜日アシスタントシンガーソングライターの牧野可奈子です。よお願いします。そして火曜日、はい、火曜日アシスタントの、OBP 沖縄美少女プロジェクトのマリンです。よさあ、そしてはい、昨日もね、うん、いましたけど、水曜日アシスタントの青森ジョグヒーちゃんです。ありがとうございます。なんと、ね、すごい、サザンブリーズのこの月曜日から木曜日、はい、すごい、そうなんですよ。アシスタント全員集合。初めて、初めて、初めてですよ。なかなかない、ね、すごい、本当に、やばいな。初めましてだけど。そうね、確かにひーちゃんはみんな初めましてだよね。なんか自己紹介した。あ、そっかそっか。いやー、すごいすごいですね、これはもう豪華ですよ、本当に。どうですか。ありがとうございます、本当に。まあもうね、はい、みんなが、まあ、うん、せいやくんがもう最終回っていうことを、そうなんですよね、聞きつけて、はい、そう、本当に、ね、絶対じゃあ、はい、何かということで皆さん集合していただいて、はい、いやー、どうですか。いや、本当はなんかあっけなく終わるんだなと思ってたんですよ、自分は。これ呼んで、そう、いつも通り終わるのかなと思ったら、うん、いっぱい来るって言われて、あ、もう嬉しいです、本当ありがとうございます、本当ね。もう、しかも卒業式がね、ありますから、高校生とかもまた忙しい。あ、そっか、今日、確かに今日高校生卒業式ですね。だからね、忙しいのにさ、もうね、ありがとうございます。あるでしょ、せいやくん、わざとこの3月1日に、ね、卒業するっていう風に言ったんですよ。全然やろう。本当は4月1日にやろうと思ったわけ、うん、でもエプリルフィール、エプリルフィール、言えてない、言えてなかった。そう、嘘の日だからダメだなと思って。なんでいいじゃん。ダメだね、嘘の日は。ちょっと嘘の日4月までやったらよかった。それでもちょっと3月1日にしたんですけど、はい、もうありがとうございます、本当に。はい、いやー、本当にね、まあ、皆さんお越しいただいて、はい、いや僕もだから、うん、やっぱりこうやって月曜木曜日ね、まあ、みんなと一緒にやって、うん、11月からか、うん、ね、うん、やらせていただいて、はい、ずっとやってきたからね、こうやってみんな集まる機会作りたいなと思ってたのよ、ずっと。そうだな、ね、うん、そしたら、うん、まあこんなタイミングになったということで、やめるときに成功したね。そうなんですよね。よかったね、本当に。よかったです、本当。本当もうこうやって見たらね、やっぱりね、せいやくんだけ異質だわ。本当に。まあ、僕ね、僕からの目線は4人が全部きっちりこうね、順に見えるんだけど、
せいやくんだけ邪魔だわなんでさね、もうキラキラ光ってますもんね、自分だってね光ってる、光ってる、うん、邪魔というわけでございまして、今日はですね、はい、ちょっとこのメンバーでお送りしたいなと思うんですけども、ちょっといろんな、うん、時間の都合上ね、はい、ちょっと途中でね、まあちょっと抜けてしまったりとかっていろいろあるんですけども、まあとにかくできる限りですね、このまた5人でね、ちょっとお話ししていきたいなと思っておりますので、はい、始めていきましょうか。いつもですね、サザンブリーズメッセージテーマいただいてるんですけども、はい、まあちょっと今日はまたそれを度外視して、うん、まあ何でも結構ですと、うん、制約に関することでも何でも、はい、結構ですから送っていただきたいなと、はい、ただこんだけ人がいるとそれを読む暇がないかもしれない、うん、余裕がないかもしれませんので、もしかしたら、ちょっと読めない可能性もありますけども、できる限り読ませていただきたいと思いますので、皆さんメッセージをお願いいたします。はい、メールアドレスは797@fmgino1.com797@fmgino1.com です。そうだった最後だよ、最後にね、最後だよ、せーの、はい、はい、お聞きの放送は 79.7 メガヘルツ fmgino1 です。はい、はい、fmgino1 ではユーストリーム、ツイキャスで、映像と音声を熱帯配信もしています。はい、fmgino1 ホームページからも見ることできますので、そちらもお楽しみください、うん、たくさんのツイートしてくださいね。サイマル放送もやっていますので、スマホの場合はリスラジでお聞きください。はい、パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがありますので、リスラジと完全に同じ放送を楽しみいただけます。はい、はい、はい、というわけでございまして、はい、たっぷりこの後5時56分までお送りいたしますので、皆さん最後までお聞きくださいませ。はい、では、せいやくんからのリクエスト曲をかけましょう。はい、では曲紹介どうぞ。それでは聴いてください、欅坂46で二人セゾン。いいね。そう、卒業ソング流そうかなと思ったんですけど、いっかな、これだけ。そう。いやー、ありがとうございます、本当に、皆さん。そっかね、すごい、全員揃ったのは嬉しい。いやー、すごい、本当にもう。すごい。いやー、豪華でございますよ、本当に。ありがとうございます、本当もう。そうそう、グリーンなんですよ。ハマモンくんもね、ありがとうね、ラッチャンさんも、ノリくんも、あの、OBP さんのね、おー、来てる、ありがとうございます、本当に今夜ありがとうございます。すごい、ケンジさんもありがとうございます。スプリームさんもありがとうございます。ちょっと暑い、ありがとうございます、皆さんね、暑い昨日からめっちゃ暑くなって、なんかめっちゃ暑い、暑くなってる、本当に、うん、やばいね、こんだけいたら何喋ったらいいかわからなくなるな。逆になんか何話そうってなりますね。確かに。すげえ、ミルキーさん来てくれたな、まさかの。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の FM やんばるのリスナーさんですね。ありがとうございます。もう福岡の方ですね。ミルキーさん。ミルキーさん、ありがとうございます。北海道、暴風出てるんだ。あ、なんか今日風強いって言ってたな、他のところも。そうそうそう、温度32度、やばさあ、暑い暑い。じゃあワンハーフで、ちょっとマリンの関係があるので早めに CM いきますね、後ほど。このパソコンの感じを、パソコンの写真やったーわー、いっぱい。サザンブリーズ木曜日お送りしております、はい、さあ、今日はですね、はい、各曜日、月曜日から木曜日のアシスタント勢揃いということで、はい、スペシャルバージョンでお送りするということでございます。はい、はい、もうなんかこんだけ揃ったらね、せいやの卒業の話よりもみんなの話したいよねでも本当みんなの話したいんですけど、本当に本当
卒業しても、うん、まあ、ゲストで来たりとかしてくれるんでしょ。自分はしたいですよ、全然。そうだった、今日から。バカだよ、その軽いノリは。じゃあやっぱね、あの近い存在に、ね、なってほしい。たま、うん、なってほしい。なってほしい。欲しいですね、やっぱりね。ちょそんなせいやくん置いといて、メッセージたくさんいただいてますね。ありがとうございます。まずシュプリームさん、アズマックスエイントくん、こんにちは。こんにちは。そして美人の足さん、皆さん勢ぞろいということでございますね。ありがとうございます。はい。そして大塚健二さんも、はい、こんにちは。埼玉は晴れ12度、割と過ごしやすいと。あ、いいですね、12度。そしてのりさんもね、のりくんか、ありがとうございます。で、恋するかっちゃんさん、サザンブリーズ美女3人勢ぞろい、セイントクアズマックス、コンチース、さんさん、かっちゃんさん、ありがとうございます。そしてシャさん、はい、アシスタントが豪華、ありがとうございます。そしてラッチャンさんもありがとうございます。ハイタイ、今日でセイントくん卒業かって。そうなんですよ、ですよね。そしてハマモンさん、ハマモンくん、ありがとう。そしてミルキーさん、ありがとうございます。ミルキーさん、ありがとうございます。こっちまで聞いていただいてありがとうございます。どうも。そして脳中の銀の蛍さん、こんにちは。セイントくん、サザンブリーズこの中で一番長いですよね。そうですね。そうか、1年。そうだね、1年半ちょっとやってます。そんなにやってるの、はい、すごい。そうなんですよ、大先輩。そうだね、大先輩や。先輩、ごめん、ちょっと舐めてた。めっちゃ大先輩。一応こう見えても一年やってるんですね。そう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 。そしてわたっこさんもお越しいただいてありがとう。ありがとうございます。そして一服堂さんもこんにちは。こんにちは。いや、今日はすごいね、たくさん、はい、たくさん、たくさん、ありがとうございます。本当にもコメントこんなにも、ありがとうございます。はい。さあ、そしてメールでもメッセージいただいてます。はいはい。進撃のめいちゃんさん、あ、めいちゃんさん、ありがとうございます。リクエスト曲もありがとうございます。ちょっとかけれるかどうかっていうのは微妙なこの人が多いので、はい、難しいでございますけども、はい。サザンブリーズオールスターズ大集合、大所帯ですねって。はい。生放送お疲れ様です。いよいよ今日で最後のサザン木曜日だね。はい。衝撃の卒業発表から2週間衝撃、新たな場所で頑張るせいやくんが、はい、スターになり帰ってくることを祈りながら、悔しいことや悲しいことこれから出てくるはずです。うん。今いる場所は涙が出せない場所にいるけど、うんうん、本当に約2年ぐらい開局当時からいたような感じがしますが、一応実質、サザンブリーズの放送経歴で先輩は東さんではなく聖也くんだと思いますけど、違いますか。そうです。はい、ありがとうございます。ね、聖也さん、聖也さん、その3月1日木曜日、聖也くん卒業証書はないけど、本当に長い間お疲れ様でした。はい。あ、ありがとうございます。また FM ギノワ戻ってきてくださいね。その時はスターになって戻ってくるはずです。はい。リクエストは、せいやくんのお疲れ様でした、ありがとうという気持ちを込めて選曲しましたということでございます。本当にありがとう。ありがとうございます。本当に東さん、また来週ねって、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、1年半ですか。そうですね。もう最初はもうこっち来た時はもう Facebook で自分が、うん、あのやらせてくださいって、そうなんです、声かけて、そしたらいいよって言われて、そう、そっからそうなりましたね。遠いわ。そっからですよ、僕。そうなんだ。次から来れますかってなって。栃木、素晴らしい。次から。栃木からね。栃木から。栃木かなんでいるのかな。来れます？と言って、あ、行きます行きますと思って。そう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 、声かけられてそこで、はい。もう嬉しいですね。やっぱいろんな文字もあって。いろんな感じがあって、文字、どういうこと？いろんな感じ、いろんな文字とか読ませていただいて、ああ、漢字の勉強、やばい、本当に異質だ、やばい、どっからどう突っ込んでいるのか、ありがとう、多い、そうなのよ、俺はこの木曜日何週も何週もやってね、で見逃しの突っ込みはたくさんある、ああ、なるほどね、見逃してるところはたくさん。そう、全部言ってたら話が進まないから見逃してるけど、なるほど、あ、なるほど、そうじゃないってたくさんある。そうなんだ、恐ろしいわ、もう本当に。はい、もう、せいやくんずっと木曜日とかじゃなくて、なんかあちこち移動してます、ね、そう、曜日いろいろ引っ越ししながらね、そうなんですよ、やってたね。一応番組はサザンブリーズですよね。あ、そうです、そうです、ずっとやってて、先輩だね、本当に。だからね、先輩、ありがとうご
じゃあ先輩からちょっとあの後輩の、ね、アシスタント皆さんに何か一言ないですか。花向けの花向けの言葉。よろしくお願いします。そう花向け。はい。なんかもうこれからねまた続けて皆さんやっていただくんで、先輩から何かこうアドバイス。やっぱり、うん、あのキャッチフレーズ。キャッチフレーズ。はい。キャッチフレーズがあった方が面白いのかなと。自分のキャッチフレーズ。ーはい、そうですね。キャッチフレーズ。そうそう。なんで？キャッチフレーズって。自分の猫の言葉。キャッチ。あればいいのかなみたいな。ありますよね。で、先生役はちなみに？自分はさっき言ったように陽気、無邪気、あそうですね、漢字弱者の。弱者が一回も言えてない。漢字弱者の。でも大丈夫、自由人って言ったわけ、うん、そう言いやすいじゃないですか、うん、そしたら漢字読めないだろ。せいやくんちょっといい、あのねマリンさんがもう出ないといけないんだ。本当やばい。こんなにもハレンちゃん、マリンちゃんの話結構じゃん。もう出ないといけないんだ。はやー、そっかー。せいやくんの話よりマリンの話聞きたいんだ。可愛い子の話聞こう。そうだね、確かに聞こう。確かに聞こう。そうなんですよ。まあちょっとね、だからせいやマリンさんがもうちょっとね忙しい中塗ってきていただいたので、本当にお世話になってしまうんですけども、ね、来ていただいたので、じゃあせいや君にじゃあぜひ何か一言。そうですね。まあせいやさんとは腰抜け、うん、半年前の腰抜けサテライト沖縄の、はい、で共演したんですけど、はい、まあ今日久々に会って、はいはい、何も変わってないなと思って、そのままでいいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。本当にありがとうございます。ということでございます。はい、はい、というわけでございまして、じゃあちょっと一旦ね CM 行きたいと思いますので、はい、すいません、マリンはちょっとここまでということでございまして、はい、忙しい中来てくれてありがとうございました。ありがとうございます。はい、まだまだ番組は続きます。でも良かった、ちょっとでも会えて。良かったね。またね。ありがとうございます、本当にもう。またもう、はい。もう、どこかでも、はい、ありがとうございます、本当に。発車でな。発車で。お元気で。でもなんか、どっかで会いそうですけど。会いそうですね。確かに。マリンちゃん、車です。マリンちゃんって免許持ってたんだ。持ってますよ。持ってます。飛ばし屋で飛ばし屋で、どうやってるの。安全運転で、もうね、間に合ってたから、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またね、ありがとうございます。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 またどこかで、どこかで。ありがとうございます。バイバイ。早かった。早いね。早いですね。20分経ってる。はい。なんか1時間半とかでできない。早いですね、ほんと。セイント君って何？あだ名で呼ばれても。なんでセイントセイヤから。あだ名なんで。セイントセイヤ。セイントはもうあだ名で、みんなからもセイント君って呼ばれてますね。田辺さんだ。あ、田辺さんからメッセージ来てます。マイナンバー2番。そう。あ、このエピソードを決めてちょっとありますよ。あ、面白いかもしれないです、これは。マイナンバー2番ってどういうこと。あ、ケンジさん、いい考え。10分ずつ退出していきます。さあ、サザンブリーズ木曜日ということでございまして、はい、せいやくんがまあ今日で最後ということで、はい、はい、はい、たくさんのねアシスタントをまた来てくれて、はい、まだねかのことひーちゃん残ってくれてますよ。はい、ありがとうございます。本当に、はい、はい、記憶に残るような言葉を発信しようかなと、うん、はい、今日、はい、お、うん、なんだろう、気になるね。そうなんですよ。ね、期待しましょう、はい、はいって、はい、えーっと
はい、コメントもありがとうございます。ありがとうございます。なんでしょう、じゃあご紹介しましょうかね。はい、ね、シュプリームさんがね、はい、一番セイント君長いけども交通情報天気予報は一番ドキマキだよねってこれが セイント君、ね、やっぱりね、はい、あれだよね、この毎日ね、月曜日から木曜日、まあ、金曜日も含め、うん、聞いてくださってるリスナーさんはたくさんいらっしゃるから、うん、その人たちからしたら一、うん、人だけやっぱり異質だと思う。うーん、うんって納得しちゃうんだ。個性なのかなって個性だよ。そんなに聞こえちゃったんですけど、うん、まあそうね、うん、確かに個性っていうことにしようこしよう、ね、でもクソポジティブで、はい、すいません。ありがとうございます、はい、そして、大塚健二さんね、もうマリンね途中退席しましたけど、まあ時間作って来てくれたんですね、はい、本当にもうセイント君人柄なんでしょうねって。あ、もうありがとうございます、本当にもう、ね、はい、よかったこの人柄でっていいね、本当いいわ、せいやくん。なんかやめないで。なんか普通一人さ、隣で飲んどくからずっと喋っといたわ。かる、私一人飲んどく。飲んどくか。送り迎えだけして、隣にいて、飲んどく。私は携帯いじりながら、せいやくん隣でこういう喋りを。ひいちゃん。会話するっていうか、ひいちゃん。週1回会ってないでしょ週1回1時間2人っきりで喋ってないでしょ喋ってない。だからそう言えるんだ。そっか、週1会うともういいかってなっちゃう。もういいかってなっちゃうなってくるよ。いやいや、ならない、なんで楽しみだなって思ってる、ひそかに、うん、本当はひそかに思ってもうすごいね。シュプリームさんが改めてサザンブリーズがね、うん、FM ビノワン午後の看板番組だって感じだなと。嬉しい、これは言ってもらえて嬉しいね。嬉しい、やっぱり、はい、ね、まあ、11月だから僕らね、まあ、このサザンブリーズ、まあ、僕もそうだけどもね、うん、みんな一緒にこう11月ぐらいからね、改めてこう始まったようなもんでございますから、うん、そう言っていただければね、めっちゃ嬉しい、本当嬉しいですね、はい、よかった、さあメールで、はい、まだたくさんでいただいてますね。お、さあそして、せいやくん、進撃のめいちゃんさんから、はい、はい、来ましたね、自分はしたいですよ、めっちゃくちゃ軽い、最後の最後に軽すぎるダメ出しされてる最後にダメ出しされちゃった。せいやくんよりもアシスタントの他の人の方が気になっちゃうよねってそうですか。そうですかって。いや気になるよそれは。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。そして、さあ、あ、恋するかっちゃんさんからもリクエスト曲、はい、いただいてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと時間見て、うん、はい、書きさせていただきたいなと思います。うん、はい、ありがとうございます。いやいやいや、大塚健二さんが分かった、やっぱり卒業しないでしょって言われてるけど。いや、そうですね、もうそう言われると嬉しいんですけども、うん、やっぱり、まあ、前に進まないとなみたいな。そっか、本当にちょっとなんかね、やめ、まあいい言葉ですよ、本当卒業っていうのは、卒業、うん、何かやめないとちょっとね、何か取れない、次に進めないんじゃないって感じですね、やっぱ一丁前なこと言うななのか、僕記憶に残る発言を今日はしていこうかな。じゃあもうやめるって決めたからには、まあ、やめてこうやってる目標があるってことだもんね。そうですね、やっぱり、はい、言うことだけは言っちゃわない。え、口だけの男ってやつ。ではならなりたくないんでね、これは。そう、そうなんですよ。そう、大塚健二さん、確かに、はい、それもよくわかりますね。東さんといると前に行けないっていうことですねってあ、でもこれはでもこれはいろんなことをね、うん、教えられて本当に、うん、はい、もう全然ですよ、本当、はい、何か何かすごいね、今の大塚健二さんのやつ否定しないっていうね。いやでもね、本当いろんなこと教えてもらってるんですよ、やっぱり、うんうん、それはもうちょっとなんかね何よねってっ、ね、やっぱだからやっぱこれ聞きたいんだよ、はい、兄、じゃあやっぱりね、俺と一緒に番組やるのは嫌だから卒業するの。あ、違うんですよ、これはやっぱりね聞きたい、全然違くて、うん、もうメイグさんと2人で話したんです最近、うん、なんかそう、あずまさんとはなんか仲良くしたいんだけど、なんか壁があるわけってずっと言ったわけ、メイグさんに。そう、
で自分はでも他の人とあの東さんがなんかセイント君に対する対応は違うって言われた時は、うん、自分は正直言って嬉しいんですって言ったわけ、めぐさんに、うん、そう、あ、なんか特別なんだなみたいなこうやって言ってくれるのも、はいはいはい、そうって思って自分は嬉しいけど、なんですかねみたいなずっと言ってて、めぐさんに相談してるんですよ、本当に相談してる、そう、本当に相談してた。それはね、普通にショックだ。東さんがショック。俺普通にショックだよ。だって東さんは壁感じてなかったわけでしょ。全くだよね。あれさ、ずっとさ言うからさ、仲良くしてないとか。仲良くしてないって、うん、だからさ、あ、壁あるのかなと思っちゃって自分。あれ違いか、冗談で言ってるつもりなのかな。冗談で言ってたの、冗談で言ってたの。え恋人みたい、元カレ元カノみたいな。冗談で言ってたの。あ、だってすれ違いだったんですね。すれ違いだよ。ちゃんと話し合わなきゃ。話し合わないですね。朝きっと未練がまだ残ってるかもしれないですね。未練が残ってる。あ、そうだね、未練あるわ。あるわ、超あるわ。いやでも全然そういうのはないです本当に、うん、変わったからとかじゃないんで、うん、拭えないこの元彼元カノ感が、ね、全然ないんでね。そういういじられ方すると辛いね。そんなことはない。あ、そうですね、そうらしいです、うん、僕の壁のせいだったらしいです。すいません、申し訳ございません。じゃあここで、はい、じゃあまた1曲おかけしましょうかね、はい、じゃあね、リクエスト曲いいですね、卒業ちょっとね探すのに時間がかかるから、はい、じゃあ、うん、次のコーナー先行きましょうかね、はい、あのコーナーを、あ、もう自分のコーナーでいいですか。違う違うよ。これですか。順番的に言ったらそっちでしょ。分かりました。はい、そのコーナー行きましょう。はい、というわけでございまして、続いてのコーナーはこちら。はい、皆さん、 FM ギノワン毎日面白い番組を24時間放送中ということで、このコーナーはですね、 FM ギノワンのおすすめ番組や新番組リスナープレゼントを紹介します。今回ですね、鳥の丸焼きコケコックハウスさんから来ております。ありがとうございます。なんとですね、鳥の丸焼きコケコックハウスは柔らかくてガーリックの効いた美味しいチキンを販売してます。めっちゃ美味しいんですよ、これ本当に美味しいんですよね。で、鶏の丸焼き1話ご希望の方はなんと抽選10名様プレゼント、メールで応募してくださいということで、メールですね、タイトルに、チキンの丸焼きと書いてください。本文に名前と連絡先を書いてくださいね、皆さんね。ですね、ただし、引き換え券は FM 技能に取りに来れる方だけとなっておりますので、皆さん、あの当選者メールで ご連絡しますのでよろしくお願いします。締め切りは3月4日日曜日となっておりますので、皆さんどしどし応募お願いします。めっちゃ美味しいんでね、本当に自分マジで美味しい、もう買いに行ってるんですよ本当に。実際食べた、多分美味しい、マジで本当に。でスタンプももらえますので、ぜひぜひスタンプ集めて1個無料でもらえるので、そうそうそう、ぜひぜひ、あのコケコココケコココ聞いてないし、ココが多いよ、コココココケコココハウンさんに足を運んでください。はい、ということで以上、はい、FM ギノワンニュースです。 FM ギノワンニュースでした。はい、ありがとうございます。ではここで1曲、進撃のめいちゃんさんからのリクエストで、スマップでありがとう。あ、ゆうた、もっと遊びたかったよ、もっと遊びたかった。そうね。この話しながら当選者の発表。当選者にメールでご連絡しますって言った。あ、メールでご連絡しますって言ったっけ、知らない。
あ、でも言いました言いました言いましたよ。締め切りは3月4日って最後に、はい、当選者にはメールで、メールで皆さん、はい、あのチキンの丸焼きとタイトルで連絡先とお名前書いてくださいね。10名様なのでよろしくお願いします。あ、そうなんだ。へー、ココアスに木原さん、もうお世話になってて非常に。木原さんって方がオーナーさん。そうですね、本当にお世話になってて。そうですね、丸焼き、丸焼きってどのくらいの大きさ。一応カットもできて、本当にこのもうワンピースみたいな、ワンピースそう、ルフィみたいな、本当もうまん丸美味しいっすよ。あ、結構大きいじゃん。大きいっすね。でも、うん、あのハーブチキンがあるんですよ、800円のあれが美味しいっすね。めっちゃハーブチキン、まるまる800円。そうですね、まるまる800円。ハーブチキン絶対美味しい。それは人気がありすぎてちょっと売り切れになったんですけど、はい、早く買わないとっていう感じで。めっちゃうまい、あれはやばいっすね。そう、北海道、そうですね、北海道だとのヤンバルからね、なんかハーブなんか取り入れてて、そうなんすね、すごいすごい美味しい。あ、そうなの。背景じゃあソースがなんかうまいのかな、あれ背景かで、なんかお店はなんか一日一日なんか書いてるんですよ、黒板みたいな出来事とか、それもあって自分はなんか通るために見てますね。あ、今日こんなことがあったんだみたいな。いや、なんか誕生日も書くんですよ、8月生まれとか。自分8月生まれだったんで、なんかセインとかおめでとうって書いてて、そう、いろんな人が書いてくれるんですよ。ミルキーさん、ありがとうございます。あー、ミルキーさん、ありがとうございます。また、また月曜、ありがとうございます。夕方も、夜も聞いてください。ありがとうございます。非常にせいやくんってヤンバル、いや、あの通るって言ってたから。あー、いや、全然もうヤンバルは行かないですね、ヤンバル。あれ、もう沖縄から。あいつはまだ あのいるんだよ、沖縄で。しばらく働いてやるので。あ、よかった。そう行く前には連絡してよ。勝手に行かないから。はい、いつ頃行く予定と決まってる。そう、一応はまだ分かんない未定なんですよ。いや、決めた方がいいよ。確かに、しっかり決めた方が。検討ですかね。もしかしたら、そっちの方が。夏とか。夏かな。まあ、ちょ、本当まだ決めてないですね、いつ行くか。そうだね、今からか。パスポート必要なんですか。え、パスポートいらないですよ。パスポート、え、いらないよ、パスポート。え、いるの、いらないよね、だって。わかんない、いるってよ、ケンさんが。え、いるよ。いるっていうか、いるんじゃない。え、知らなかったの、逆に。あ、あの、ケンみたいなやつですか。ケンやばい、スタンプをしよう。親の承認証がみたいな。あの、いくつ。21です。二十歳超えてるか。22まで必要なんじゃなかったかな。 22? あ、そうでしたっけ。22でしたっけ。22ぐらいだったの。今年22で。じゃあギリギリ必要だ、ギリ。そうなるんですか。こういう感じですやだ。チーム心配。空港で感じてたね。あるある。答えじゃないと入れないみたいな感じですか。そうだね。3ポイントカードはやばい。せいやくんかな、なんかキャラコインの次のことって難しいですね。なんかね、なんかどういう人、誰が来るのかまだ東さん決めてないですよね。楽しみですね、誰も。今からか、楽しみだね。うん、一番そうですね。え、お茶だけ。あー、もう、もう遊びに来てる。はい、もう遊びに行きます。もう、ありがとうございます、本当に。どこ
後半とかもお世話になりました。ありがとうございますまたどこかで、はい、はい、ありがとうございます。せやくんどこでバイトしてるの？一番の金タコと、あとカラオケ。あ、そうなんだ、はい、どこの？あの中田の。マジで、はい、あの受付してるんで。行くよ、やばい、行く受付してるんで、そうそうそう、金タコよく行く。あ、そうですか。ギノワンの、あ、もういっぱいやるんでいっぱい、はい、もともといっぱいだけどそう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 。え、カラオケはどこの？あのカラオケバンバンと分かります。あの、分かる。ギノワンの温野菜、サブスの温野菜の隣にあるんですけど、はい、あ、銀次、銀次分かります。銀次分かる。ギノワン小学校の隣の銀次の、うん、そこの隣で夜やってるんで、夜やってる。そこでただにして、はい、ただにしてって言うそうだ、サザンブリーズ木曜日せいやさようならスペシャルバージョンでお送りしております。さようならってことで本当にね、たくさんもまた、ね、メッセージいただいておりまして、ちょっとね、はい、じゃあいつメールの方、はい、読ませていただきたいなと思います。はい、こんにちは。こんにちは。隠れリスナーのイエロータングです。はい、せいやさん今日で降板なんですね。はい、以前からいつかお伝えしたいなと思うことがありましたのでメールしました。何ですか？自分の小学校からの友達にも字は違いますが、せいやというやつがいました。はい、しかもこちらもお父さんがセイントセイヤが好きだからこう名前にしたそうで、さらに誕生日も8月14で、キャラもせいやさんみたいにバカだったので、いろいろ被るなと、最近感じたところでした。はい、せいやさんを見ていると自分が21ぐらいの頃とも被ります。はい、局アナ目指して大学に入り、ちょうど同じようにコミュニティ FM でボランティアからスタートして、うん、那覇の AM で技術のバイトをしつつ、あちこちのアナウンサー採用試験を受ける日々でした。うん、初めは他の大学生と比べこれだけ経験があるからと自信満々で構え、どこの局でも2時、3時、最終と残れましたが、結局採用には至らず、新聞社に拾われたものの、やはり喋りたいと思い2年で辞め、またアナウンサーの採用試験を受けましたが、その時には筆記も面接も通らなくなり、年齢の壁を感じましたと。時は待ってくれないので、今自分がやりたいとか俺なら絶対いけると思うことは少々冒険してもやった方がいいですよ。やって失敗しても、悔いは残るものですが、何年か経ってやっと腑に落ちるということもありましたよ、という応援メッセージを。ありがとうございます。いいメッセージ、本当そうですね。本当よ、本当すごい。時は待ってくれない、人生の先輩、そうですもんね。こうなって教えていただいて、そうです、確かにもうやりたいから、もう一応なんか頑張って、もうダメだったら自分はもう、あ、頑張ったから、で自分一応前向きに考えようと思ってて、あまり後ろのネガティブな考えにはしないこうと思ってて、できるだけ、そうですね、ちょっと頑張って弾けて、はい、やっていこうかなと思ってるんで、弾けた方がいいと思う。はい、もうありがとうございます、本当に。はい、こんないいメッセージ、私がそれ、あのコピペでもらいたい自分に言って、自分に言ってみたいな感じの、ちょっと、ちょっとメモっとこ。愛されてますね。ありがとうございます、もう、はい、じゃあちょっとこの流れで、じゃあ、せっかくだから、はい、お二人からもね、せいやくんにメッセージ、何か一言、いいですか？はい、ないないどうしようないみたいなね、どうやったの今ないわけじゃないひーちゃんさんから先にどうっていう、まあ、じゃあ、じゃあ、ひーちゃんからいく。じゃあ私一番先輩なのでね、はい、先輩数少しいいですか？まあでもね、先ほど、ね、このメールでもおっしゃってたように、私、ね、もう30歳アラサーで本当に思ったんですよ。今私結構いろいろこうアクティブにやってるの、やっぱ、ちょうどね、20歳前半の頃、20歳ってまだまだ若いと思ってるから、私結構無駄に過ごしてたなっていうのがすごいあって、なんかダラ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 したら遊んでばっかりとか、で、なんかどん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 
ね、なんかちょっとやりたいこと挑戦しようと思って、それで今ねなんかいろいろやって、だから年齢って若ければ若いほど絶対ね何事も挑戦しやすいじゃん。で私は30になっても今いろいろできるんだよっていうのをやっぱ同級生とかにも見せたくていろいろ頑張ってるから、もう何でもやった方がいいと思う。ね、頑張ってよ。はい、頑張ります。本当にもうひーちゃんが真面目だ。めっちゃいいコメント。大人だよ。大人大人だ。そう、はい、もうね、頑張ってください。頑張ります本当に。ありがとうございます。ただののんべじゃない。そうせいくん、じゃあさっきのマネージャー足になってくれる？あの飲みに行くだけさ、行くからさ忙しいその暇あるんだったら放送来るから。ごめんごめん、足に使うしだ。やめるから行けるかなと思って。いいよ、じゃあいい言葉が台無しだ。足他で探すわ。ありがとうございます、じゃあかのこさんもどうぞ。何かあれば。そうですね、せいやくんと私と一個違いということで、うん、なんか一個下の年下感、可愛い感じがあるんですけど、やっぱあれですね、なんか東さんとか視聴者さんにもよく言われるんですけど、うん、なんか似てる雰囲気があるっていう。言われます。なんか似てるものが感じるよみたいな感じで言われるんですけど、うん、なんか久しぶりに会って、うん、はい、なんか今回卒業するって言って、うん、なんかもう目がなんかなんだ、まっすぐっていうんですかね、はい、このなんかもう目標に向かって頑張っていこうみたいな感じの、はい、なんかもう伝わったので決意が、はい、嬉しいです、ありがとうございます。その卒業した後も、はい、なんか目標に向かって、まあ、同じなんだろう、その世界にもう頑張っていきたいなって思いました。そうですね、はい、いやありがとうございます。そうその時はもう PV にあの出させてもらって。あ、かしこまりました。そうですね。その時はいいの、かしこまっちゃっていいの。かしこまっちゃっていいのか、いいのかな。かしこまっちゃって。じゃあ一応これまでは磨いとくんだよ。いやー、かのこもちゃんとしたこと言うな。素晴らしい。いや嬉しいです、ありがとうございます。もうこんだけの言葉をもらってありがたいですね。本当ですね。やっぱなかなかねこうやってね辞めたりとかね、まあそういうタイミングでまあこういう風に皆さんにね声かけてもらうってことはまあなかなかないことですから。そうですね、本当よかったでございますね。ありがとうございます。もうじゃあ、はい、最後になりますけども、はい、このコーナー行きましょうか。はい、行きましょうか。あのコーナーの最終回、はい、続いてはこちら。はい、このコーナーはあなたの心揺さぶるかもしれないアニメの名言を紹介するコーナーです。はい、最終回ですよ。最終回ですね。これを何人が選択するかと。はい、最終回でよくも皆様にいろんな名言を言ってきたんですが、うん、今日はそれにふさわしい名言を言ってたんですよね、うんうん、アニメのキャラクターが。なるほど。はい、それをちょっと最後にしていこうかなと思っております。最後に卒業ということにまあふさわしい、ふさわしいですね。言葉はありました。はい、じゃあ今日の名言、はい、お願いします。はい。情けない顔してんじゃないよ。最後ぐらい笑って笑顔で見送ってやってやろう。ということで。ああ。やっぱりちょっといい。俺たちの側？見送る側に？ねえねえねえ、見送る。ねえ、去る側の言葉じゃなくて。自分はいいなって思いました、これ。ああ。これがセントクオリティ？なるほどね、セントクオリティ。なるほどね。もう少し後で用意してるとか。ちゃんとしたやつ。今のフェイク、フェイク。マジで、それは君から送る言葉だよ、それは。送られるものじゃないよ。でもやっぱ自分最初になんか笑なんか泣いて泣きたいみたいな言ってませんでしたっけ。そう感動、そう先週ね、そう言ってたからちょっと違うなと思って気づいたんだ。気づいた、あっと違うと思って、うん、やっぱ自分はやっぱ笑って、うん、なんか
終わった方がいいなと思って、やっぱり、うんうん、そうそうそう、ね、そう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 いう雰囲気、うん、雰囲気やっていこうみたいな、そうそうそう、頑張って泣こうと思っても泣く雰囲気じゃない、泣けない、泣けない、泣けない、ごめん、あ、そうか、あ、そうなんですね、そうそう、泣いたら困っちゃうから、ちょっとそんな風に、そうだね、そうそうそう、ナチュミンさんから、やらかしましたね大塚健二さん、誰が卒業するんですか、セイント君じゃなくてフェイント君ですか、僕です、僕です、いいコメント、みんないいコメントくれて、うまいですね、フェイント、素晴らしい助けられてますね、はい、もうありがとうございます、はい、ということで、これが最後なんですけど、僕の、そうですね、はい、皆さんぜひぜひいろんなアニメから心を揺さぶってもらって、うん、はい、くださいということで、はい、はい、はい、以上アニメ名言紹介するコーナーでした、紹介するコーナーはい、では最後の天気道路交通情報いきましょう、はい、さあそれではこの時間は、沖縄中部の天気そして宜野湾周辺の交通情報をお伝えいたします、はい、まずはお天気からどうぞ、はい、お天気から、はい、今日1日北の風のち東北の風晴れ、波が3メートル、のち 2.5 メートル、うねりを伴うみたいです。で、今日は雨は降りません。0% です。そして明日2日、北東の風、のち東南の風、やや強く晴れ、昼前から時々曇り、波が2メートル、のち 1.5 メートルになっております。なんで北東は読めたのに南東は読めなかったの？東南って読めそうになったの、読めそうになった、まだセーフセーフで、最初さっき今日の天気は東北って言ったのに、はい、明日の天気は北東って読めたなんでだろう、なんでだろう、知らねえよ、知らねえよ俺は。じゃあ降水確率ね、はい、いきますよ、はい、降水確率が、6時から12時が 10%、 12時から18時が 10%、 18時から24時が 20% になっております、気温が朝の最低気温が15度、最高が22度となっております、沖縄本島地方の、沿岸の海域では1日夜遅くまでうねりを伴い波が高い状態が続く見込みです、うん、海上や海岸付近では高波に注意してくださいということです、はい、はい、以上お天気でございました、 で、はい、では続いて道路交通情報もいきましょう、はい、じゃあまず一般道から、うん、はいはい、ですね、こちらですね、大じゃな、え、あ、違うかなこれ、あ、そうですね、大じゃなですね、大じゃなと1年半やってるんだよねえ、ちゃうけどこんな感じなんですよ大じゃなだ、大じゃなから前から上りですね、はい、あ、下りだ、下りですねこちらがちょっと渋滞が見られておりますよ、はい、で、そうですね、中城じゃなくてこっちはそうですね、グスクマ、どこのこと言ってんの、グスクマか、グスクマから牧港の間ですね、そうそう、牧港の間ですね、はい、あの渋滞が見られておりますね、はい、あと漬け団から茶壇方面大きい渋滞が見られております、はい、事故とかはないですね、うん、はい、安全運転で、はい、お願いいたします、てください、では続いて一般道、あ、じゃなくて自動車道ですね、はい、はい、沖縄道の上りですね、宜野座インターチェンジ付近ですね、金と宜野座が橋の作業をしております、はい、ですね、あとは、はい、上りですね、沖縄の上り金インターチェンジと宜野座インターチェンジ付近ですね、こちらも橋両方向でね、両方向やっておりますので、はい、で、あとは上りの方ですね、北中グスクインターチェンジがちょっと工事してます、はい、うん、あとは石川インターチェンジ先付近ですかね、こちらも工事をしております、はい、沖縄道の上りですね、中グスク、パーソンパーキングエリアですね、パーソンパーキングエリア付近ですね、こちらがなんと故障車が見られておりますので、はい、沖縄道のこちらが、はい、下りですね、はい、はい、下りの中城パーキングエリア付近に故障車が止まっております、止まっておりますので、はい、その他は以上ですね、
ないですね。聞きたいのは本家のあの言葉は言わないですか。本家の私は今ずっと振ってんのに言わないのです。あ、その他は？その他はですね、今日は平和で、はい、やって最後の平和いただきましたね。はい、皆さんも安全運転で、はい、今日も温かいスープを飲んで、スープなんで、はい、暑いって言ってんのに。自分は半袖着てるくせに。もしかしたら寒くなっちゃうかもしれない。そうね、暖かいスープ、夜はね、心配、そうそうそう、スープを飲んでください。はい、もう安全運転でね、はい、今日も明日も頑張ってください。はい、ということで以上、道路交通情報でした。ありがとうございます。はい、さあ、サザンブリーズ木曜日さよなら聖夜緊急スペシャル、はい、お送りしてまいりましたけども、そろそろエンディングということなんですけども、はい、まあ、やっぱりね、聖夜君には、はい、あの方から、あの方からやっぱり一言いただかないといけないかなと、はい、いうことで、あの方がね、そろそろ登場するかと思います。じゃあ、かのこちょっとずれていただいて、はい、さあ、登場いたしました。あー、めぐさん、せいやくん、1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、間に入っていただいて。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。あ、レモンティーレモンティー、ありがとうございます。はい、サザンブリーズをね、ずっとせいやくんと一緒に担当していただいためぐさんにもお越しいただきました。めぐさん、やばい。じゃあ何か今日はね、言葉をかけていただければ。はい、せいやくん最後ということで、はい、ね、たまにね、あのポンコツなこともあり、ね、おバカなせいやくんですけれども、はい、はい、一番初め2月に、去年の2月にね、FM ギノワンに出させてくれませんかということ で、 で、ね、はい、自分からね、はい、アピールして入ってきたわけです。で、そこからいろんなコーナーをあのね、チャレンジしたりとか、レポートやってみたいですということで、羽衣祭りのレポーターをやったりとか、ほんとね、いろんなことを挑戦してきたせいやくんね、ほんとにあの、自分から何でもチャレンジしようっていう意欲はすごいある子なので、これからもいろんなことにチャレンジして、はい、頑張っていってね。はい、はい、ありがとうございます。1年間ありがとうよ。ありがとうございます、本当に。もう、まあ、めぐさんにはね、お世話になってるもんね。はい、ね、本当にもう、さっきも最終回に暴露されたけど、俺のこと相談してたりとかしたんで、ね、相談してましたね相談されてました。ありがとう、もうなんかもう拾ってくださり、本当にありがとうございますって感じで、本当にね、よかったですね。やばい。いや、素晴らしいじゃないですか。はい、ね、じゃあ時間もあれなんで、じゃあ僕もじゃあね、はい、ちょっとね、はい、お伝えしましょうかね。はい、いや、なんだろうね、このね、FM ギノワンのサザンブリーズね、やるってなった時に、俺どうしてもね、せいやくんはね、今だから言うけど、どうしてもせいやくんはアシスタントになってほしかったんですよ、僕は。まあ、なぜかというと、僕はいろんなこう放送とか多分やる時に、ちゃんとしてしまうと。ちゃんとしてしまいがちなんです。だからそれをかき乱す存在が欲しい。あ、自分の常識外れのことをしてほしい。ということで、はい、どうにかこうせいや君と一緒にやりたいなというふうに始めていったわけですね。はい、でこうやってずっとやってきて、結果通りの希望通りの、はい、常識外れのことをたくさんしてくれて、はい、僕はね、この毎週木曜日がね、あのね、本当にね、気合を入れて放送してるんです。本当にあの話すことがたくさんあるし、突っ込むことがたくさんあるしということで、だから月曜日か木曜日全部もちろん本気でやってるんだけども、木曜日だけ終わった後にドッと疲れる。すんごいドッと疲れるんです。はい、だからね、まあ、そういう楽しくやってたんですけども、まあ、こうやって、卒業して、まあ、ちょっと自分の道でやるということを聞いたときに、僕の結構放送終わった後とかね、ずっと言ってたのが、いやー、せいやくん多分頑張らないよとか、
ね、僕のやっぱりどうしてもあの経験があったりとかいろんな人と関わりがあるから、まあ、なかなかそうやって1年間頑張ってあの働きますとかって頑張りますって言った人はね続かなかったりとかねいう人がたくさんいる、うん、だからちょっとでもこういうふうにラジオに関わりながら僕はやった方がいいなというふうに思ってたんですけども、でもそれはあくまでも僕の常識であって、さっきほど言ったようにせいや君には僕の常識を崩してほしいと思いますので、その1年間頑張っていただいて、次ね僕を何かのゲストに呼んでください。はい、わかりました、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です、はい、いやありがとうございます。本当にもういやもうというわけで、じゃあせいや君から残りお時間ございますので、そうですね、やっぱりもう本当は1月にはもういようと思ってたんですけど、やっぱりみんながもう楽しいし、もうなんか突っ込んでくれるし、ちゃんとこうなって聞いてくれたりもしてくれたから、なかなか本当言えなかったんですよ、やっぱり。でもやっぱりもうやらないといけないから、前に進まないといけないと思って、もう自分正直もう、ね、怒られる覚悟で東さんにバッて言ってしまったし、それがもう常識外れなこともいろいろしたんですけど、本当にもうなんか恵まれてるので、本当にいろんな人たちに、だから僕もちょっと大人になる準備をしてそれが卒業とは関係ないと思うけど、はい、本当にでもあの、ね、沖縄をちょっと盛り上げたいし、うん、特に宜野湾とかも盛り上げていける存在になれたらなと僕は思ってるので、これからもあの応援とかしてくれたら嬉しいなと思います。はい、頑張ってスターになって戻ってきますね、今度はゲストとして、わーっつってねここまでさ、すごい慕ってあげたからさ、もう戻ってこれないよ全員集合とかしたりさ、腹とかもらってたいここまで盛り上げてるから、簡単に戻ってこれないよ。戻ってこれない、そう、簡単に戻ってこれない、簡単に帰ってこれないからね。そうそう、それはもう本当にそれを後悔しないようにはい、して大きい壁を乗り越えていきたいなと思ってます。まあ今後も絶対ね、せいや君はね、あの面白い人だと思うので、全然全然またたつかの活躍ね、してくれると思いますので、また皆さんね、期待してお待ちくださいませ、はい、というわけでございました。せいや君、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけでございまして、木曜日はまだ決まってません代わりは決まっておりませんけども、はい、お楽しみくださいませ、はい、それでは皆さん、さよなら。さよなら、ありがとう皆さん。あー、もうありがとうございます、本当にありがとうございます。一瞬うるっとした、やばいと思って、ダメだ、笑って笑おうと思って頑張ったね、いやー、もうありがとうございます、本当にもう危ない、泣きそうだったメイクさん来た後はやばかったね、やばかった。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます。キャンさんもありがとうございます、本当にもうはい、もうありがとうございます、もうやばいな、本当に皆さん、ありがとうございます。コメントいただきまして。ありがとうございます、皆さん。本当にありがとうございます。なっちゃんさんも、けんじさん